日は、難しいと言われるシティジョブの、実際にどうやって探したのかっていうのをいろいろ探しながら、探した5日間でビデオに収めているので、その皆さんにお伝えしたいと思います。その前にですね、現地到着前にメールを送りまくって返事が来た2件にまずその着いた日に面接を行っているので、まず最初はですね、ホテルのクリーナーの面接に行った後からのビデオになりますので、ぜひ参考にしていただければと思います。ご覧ください。面接が終わったんですけど、めっちゃ緊張して、もう全部英語、もちろんバックパッカーのクリーナーとして応募したんですけども、全部英語で質疑応答だったんですけど、全部答えると、何を言っているか一つだけ分かんなくて、え、こういう意味ですかみたいに聞き直したことあるけど、全部聞き取れた。でもね、答えるのがちょっと詰まり詰まりで、テレッ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 テっていう感じで答えてしまったので、ちょっと不安ですね。でもね、もしクリーナーとして働けるようになったら、フリーで住めるっていうから、マジでマジでマジで受かってほしい。明日メールするね、明日のこの時間メールするねって言われたけど、マジでマジでマジで受かってほしいけど、ちょっと難しそうな、予感も漂う。もうちょっと明るくスマイルして接すればよかったと思っております。まあこれ一つ目ですからね、これからもうどんどんレジュメを配りまくって頑張っていきたいと思います。今からレジュメを印刷しに行くんですけど、違う、もうね、街中なんですけどもね、本当目移りするものありすぎて、なかなか、目的地にたどり着けないっていうね、とりあえず今からレジュメを印刷しに行ってきます。やばい。レジュメが完成したので配っていきたいと思います。ハイヤリングもいますね。ノートハイヤリングって言われました。もうね、こういうとこでも働きたいなと思ったところにもどんどんレジュメを配っていこうと思います。え、かわいい、え、かわいい、え、安っ。ダイソーさんにもやってきました。めっちゃ高級そうなホテルにダメ元で、皿洗いとお部屋掃除どちらか応募してくれませんか言うたら、分かった、マネージャー伝えとくって言われた。ありなんだね。ちょっとホテルにもどんどん行ってみようかなと思います。なんかすごい高級そうなステーキ屋さんにちょっと緊張するんですけど、シェフと皿洗いは一つだよって言われたんですけど、めちゃめちゃ優しくて、また伝えておくね、マネージャーにって言ってくれました。優しい、ラブミチ。なんか日本の国旗があるから、ここのホテルにもアプライしてみようと思います。単純な理由。パンケーキ屋さんにも来ました。Thank you.
今無事トレーニングを終えて、今からまた、レジメ配り再開です。夜の部、今焼肉屋さん行ったんですけど、めっちゃ断られました。めっちゃですよ、すいません。私が言うよりも先に、やっぱね、ちょっと忙しい時間に行ってしまうとあんまり対応してもらえないことがあるから、あんまり忙しくないオープンの時とか、ランチ終わってからとかの方がいいかもしれないです。夜の部はレジュメさえ受け取ってもらえない状態でございます。1日目にして心折れそうだけど大丈夫そう？取りまして、ほんで今日またレジュメを配りに行きたいと思います。で今日は、ホテルとかのクリーナーをメインにしたいので、もうホテルの、クリーナーできますかっていうのをもう各ホテル回りまくりたいと思います。結構固まってるのでね、そこを行きたいと思います。ほんで今日の夜が実はなんかフェアムしてた時から連絡を取っていた日本食レストランでなんかトライアルがあるみたいなので、そこに今日の、夜6時から2時間あるみたいなので、そこ行ってみたいと思います。なんか面接の時に、もちろん英語喋れますよね的なスタンスだったんですけど、私仕事欲しすぎてあんま喋れないのに、はいもちろんですって言っちゃって、ちょっともうね不安すぎて、偉くない？いらっしゃいませ、ただいま満席です、待ち時間10分です。もう全部一連の流れを全部書き留めました。でこれをね覚えながら今日はレジュメを作っていきたいと思います。トライアルでも10人くらい来るらしくて、ほんでその中から選ばれる5人みたいな感じなので、マジで朝からお笑いのねライブぐらい緊張してます。ネタを覚える感覚で、こちら覚えております。覚えながらレジュメを配り頑張りたいと思います。おい、穏やかすぎるて、こちとら汗とるて、穏やかな場所で全く穏やかになれません。とりあえずね、ここの並びはバックパッカーホステルが多いので、もう何も期待せずね、多分どうせ浮かんねえだろっつー気持ちでもペペペペペって数打っていきます。ダメでした。2つ目、このバックパッカーはシークからシークだけからアプライしてくださいって言われました。せっかく歩いてきたのに、そして雇ってくださいって言ってアプライしております。マジでビル の受付の方 の対応がもう全ビル良くて、でもビルに当たりまくります。もし募集してたら連絡するねみたいな、クリーニングチームに言っとくねって言われたので、本当にありがたい、もうビルに配りまくります。もうね、あらゆるビル全部、私ビル攻めで行きたいと思います。今マジヤサオに出会って、ホテルのコンシェルジュの方に仕事ありますかって言ったら、今ここはめっちゃ溢れてるんだけど、これをね探せば、この4つは特にね、めっちゃここら辺のクリーナーの仕事だから、ここに応募してみたらいいよってわざわざ紙に書いて教えてくれて、調べて教えてくれました。優しい。もうちょっと座って、ここにもあ
これから、ラーメンのトライアルに向かうんですけど、騒がしい、いい歌だね、お兄さん。インスタとかで早い緊張するとか上げてたら、なんか日本人の方がなんか、これからあのトライアルなんですかみたいな言われて、はいそうですみたいな言ったら、めっちゃ厳しかったですみたいなことを言ってくださって、めちゃめちゃ緊張してます。もうね、あのどう行きたくない、全然行きたくないと思ったけど、もうあの行かないで受からないなら行って受からないのがええわ思って、行ってやりますわ。全然メンタルボロボロですけど、もうボロボロモミックスに揉まれても撃沈してやる。ちょっと30分前に着いちゃったんですけど、お茶目、やる気満々じゃ、やばくない、じゃあゲロ吐きそう、めっちゃ緊張する。どんにでもなれ。では早速今からトライアル行ってきます。もうね、あの行った瞬間ちょっと厳しそうで怖かったです。あの私の苦手なのキビキビケースが今トライアルが終わりました。マジで行く前、もう全然行きたくない、やばい、もう英語できない、どうしよう、ああもういいや、どうなってもいいから、もうどうでもやめってな感じだったんですけども、あの行ってみるとね、あのみんな優しくて、結構日本人多くて、もうなんかいろいろケアしてくれたり、なんか大丈夫ですかとか、なんか日本人って優しいと思ったですね。ほんでね、今日はなんかもうずっと皿洗いみたいな感じでしてたんですけど、しかも金曜の夜でね、みんな世間は花金曜、めちゃくちゃ忙しかったんですよね。めっちゃ忙しかったんだけど、あのね、ここでですよ、もう月曜日5日前までやってたバナナが役に立ちました。もうね、あの本当に最後にやったバナナファームがもうめっちゃくっちゃ忙しかったんですよね。もうバナナのベルトパンパンに燃えて、もうこれミネラルだって感じだったんですけど、伝わってます。それがめっちゃ後ろシティじゃん、めっちゃシティ、やばビル、こうやんないと上まで映んないビルあるの、すごいだから、あの本当、バナナやっててよかったなって初めて思いました。もう5日前までもう本当に苦しくてしょうがなかった、あのバナナもう二度とやっちゃうのかと思って、バナナがここで役に立ちました。ありがとうございます。いや、まだ昼食確定してない、恥ずかしい。ここは田舎じゃないのでね、人がいるのでちょっと欲しいですね。あとは明日が結果来るみたいなので、明日の結果を待つだけでございます。ヤシの木じゃなくてビル。今から面接に行ってきます。ほんで昨日メール来たんですけど、明日9時45分くらいにここに来れますかみたいな、あなたちょっとインタビューしたいです、面接したいですみたいな、これ何の会社ってもうね、約300件くらいアプライしてるので、もう一体メールが届いてね、あのインタビュー受けますよって言っても、どの会社かわからん、まあ、とりあえず行ってみます。まあどの会社だったかまた後ほどビデオに残したいと思います。ここのビルで、面接があるみたいです。あのな、面接終わったんだけど、なんと朝7時から11時ぐらいまでのクリーナーの仕事で、ほんでめっちゃ驚いたのが、あの1日1時間2時間3時間とかなんだけど、あ1時間の、時給3000円
土日5000円パブリックホリデー6000円6500円、やばない、めっちゃいいんですけど今のところ。朝そこで働いて、でその後にあのラーメン屋さんにシフトみたいな。結構いい感じなんですけど、どうしよう来週から働けるみたい。しかもグッチ、ルイ・ヴィトン、プラダとかその高級なあのとこのお掃除屋さんに決まりました。やばくない？もうマジでもう数当たってみるもんだね。多分だけど日号プレスから応募したんだよね。わかんないの、どこから応募したか。もう何にも覚えてないんだけど、なんか結構いい循環に回ってる。今その面接が終わった後にあのまた別のとこからあの45件くらい配ったうちの一つからまたあの電話が来ました。明日あの面接来れないかっていう電話が来ました。何、なんかすごい3、4日くらい来て、仕事探しして3、4日くらいでめちゃめちゃ見つかるという感じですね。めちゃめちゃなんか連絡が来るっていう感じです。やば、ちょっと明日まだ分かんないけど面接だけ行ってみます。さっきジムから帰ったんですけど、ジムが終わってから一件目、電話が入ってて、で電話を折り返したら、あの明日からあの働きませんかってあのさっき面接したところで言われて、シャーって、しかもなんかどこですかって言ったら、あの掃除のとこいいやつで、どこ掃除ですかって言ったら、グッチ、明日はグッチの仕事みたいです。やば、あのグッチの商品とか見ながらあのお掃除できるってことでしょ。めちゃくちゃいいじゃん、めちゃくちゃいいじゃないのよ。ほんでその後もあのメールが入ってたんですよ。でメールが入ってて、なんかこれもまたどこのあのあれどこに応募したかもう全然覚えてない、忘れちゃったんですけど、なんかブリスベンシティのホールみたいなところで、もうどこか全然わかんないんですけど、明日面接来れるって来て、やっぱ大体ね5日くらいレジュメ配りまくって5日くらい経ってからこう結果に現れてくるかなっていう感じですね。だから明日2つまた新しく面接行くことになりました。いい流れ来てんじゃない。私の仕事探しでした。もう約ね1週間は心折れそうになると思うんですけど、諦めない心を持ってやれば大丈夫だと思います。皆さんも仕事探し頑張ってください。また質問があったらいつでもコメントしてください。チャンネル登録もお願いします。バイバイ。